はーい、こんばんは。ご機嫌いかがですか？小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。お相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見するUSP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。スープラっていう車知ってます？6月の18日にスポーツランドスゴーで行われたスーパーフォーミュラ第5戦、ここのセーフティーカーとして走っていたのがこのスープラなんですけど、このスープラが今バズっているのはご存知でしょうか？ヤフーニュースにもなっているんですけどね、スープラ爆走早すぎ、日本最速レースで国産スポーツカーが話題に、レーサーも早すぎて負けそうなんだけどと異例の無線、こんなニュースがね流れてきたんです。このスーパーフォーミュラーの第5戦のセーフティーカーが予想以上に爆走ペースだったというので話題になってるんです。実際に動画も出てるんで、ぜひ気になる方はスープラ爆走とかで調べていただきたいんですけど、誰が運転してたんだろうというのがやっぱり見た方が気になるところで、実はこの運転していた方からメッセージを預かってるんです。なんで？はい、私友達でしたびっくりしましたよ。こんな形で自分の友達がねニュースになるなんて。この方、小原浩二さんというレーサーさんなんです。で、小原さんに聞いたんですね。したら、こういうレースでタイヤを温める走り方をすると思うんですけど、この温めているペースを作っているのは実はセーフティーカーではなく、レースをしている一番先頭の車なんだそうです。この一番先頭の方がタイヤを温めるんで、右左右左って運転しながら行くんですけど、このペースとセーフティーカーのペースが誤差があったので、だいぶ離れたように見えてしまったんだっていうのが実際のところだったんですけれども、小原さんから実はねコメントを預かっているんです。読みますね。スポーツランドスゴーのセーフティーカードライバーをさせていただいておりますが、レースも活動しています。ドイツのニュルブルクリングサーキットに憧れ、昨年ニュルブルグリンクサーキットのライセンスを取得し活動を始めました。 Facebook ページ小原浩二のレース活動を応援する会がありますので、ぜひ参加して応援してくださると嬉しいですとのことでした。小原さん曰く、きっかけどうあれこういうレースを多くの方が楽しんで見ていただける、そんなきっかけになったんであれば、今回のニュースは僕にとっては嬉しいことですなんていうこともおっしゃられておられましたね。私も久しくレース見てなかったので、ちょっとこれを機にもう一回モータースポーツ見てみようかなと思った次第です。せっかくね素敵なレーサーのお友達もいらっしゃることですし、応援しない手はないですよね。この番組をお聞きのそこのあなたもぜひこれを機にモータースポーツ見てみませんか。ということで今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントはサプリなお客様、あなたの恋と愛に役立つ素敵なお話を聞かせてくださるゲストをお迎えしております。今週は仮名でのご参加となります。プライバシー保護のため仮名でご参加をいただいております。ご自身の
離婚がきっかけでお子さんと会えなくなった問題を現在取り組まれている多田さんという男性にお話を伺うことができました。連れ去り問題と表現されることも多いかと思います。お子さんが会えなくなったことでたくさんの思いを抱えておられる多田さんにお話を伺っております。そしてこのコーナーも健在です。全国で占い講座が大人気です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきますよ。今週はスイーツ編です。スイーツ食べるなら何を食べる、それとも私を食べる、なんちゃってね、なんちゃってです。はい、そこまで私小室より甘くはなれません。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、あなたのモータースポーツ遍歴ぜひ教えてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、本日のサプリなお客様、ゆるサプリ初このような問題のゲストさんは、そうですね、初めてご参加いただくことになったと思います。ご自身の離婚がきっかけでお子様に会えなくなった問題、多くの方が知っておられるかと思いますが、お子さんとの面会交流に向けて現在活動しておられる多田さんに来ていただきました。多田さん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はお声を聞かせてくださってありがとうございます。はい、なかなかねこういう問題、表に出ているようでまだまだ知られていない問題かと思いますが、まずは多田さんがパートナーの女性でいらした方とご夫婦として生活していた年数、そしてお子様のご年齢、性別、人数をお聞きしてもよろしいですか。はい、ですね、私は結婚して10年、経っていまして、で、子供が2人、長男が8歳、次男が6歳、2人の子供がいました。はい、8歳と6歳のお子さんがいらっしゃって、このご年齢は連れ去りが起こった時の年齢ですか、今のご年齢ですか。はい、連れ去りが起きた時の年齢になります。はい、ということは今のお子様のご年齢はいくつになられるんでしょうか。はい、2年半今会えていませんので、長男が10歳、次男が8歳になっております。連れ去りが起こったのが2年半前。2年半お子様と会えていないということで、やっぱりその心境というのはなかなかね、それに対峙していない人からすると分かりかねるところではあるかなと思うんですよね。はい、その通りです。この連れ去りが起こった時にたくさんの対応策があるかなとも思うんですけれども、まずこの連れ去りの問題が起こった時に行政はどのような対応をしてくれるんでしょうか。はい、まず警察に電話していなくなったと伝えたんですけれども、はい、警察の方はですね、確認をしていますということで、どこかに電話をして連絡をして、でその結果子どもたちの無事は確認できたというだけ で、はい、でどこにいるとかは教えられないということを言われただけでした。この教えられないのはそれはなんでなんですか。相手がその、なんて言ったかちょっとわからないですけど、例えば DV を受けていたとか言ってしまった場合、警察の場合は居場所を教えることはできないし、で私の方が、ね、そんなことはないと言ったとしても警察の方は
民事不介入だと言って、これ以上は関わらないというスタンスのようです。はい、民事不介入。じゃあ次の段階として裁判所、はい、というところにも関わっていかれるのかなと思うんですが、はい、裁判所の対応はどのようなものだったんでしょうか。はい、まずですね、裁判の前に離婚調停というのがありまして、調停が起きるんですね。はい、その調停の中で、その間に入って話を聞いてくれる人がいて、それが調停員というんですけども、その調停員としての対応がですね、結局何もできないという状況でして、私がいくら子供と会わせてくれと調停員に伝えたとしても、調停員は奥様の気持ちがっていうだけで、何も対応してくれない、私と子供を面会させてくれようとはしてくれませんでした。うん、それは調停員にも子供をお子様と面会をさせる、交流をさせる権限はないということですよね。はい、そうです。調停員は、はい、あくまで説得をするだけの立場でして、調停員が会わせた方がいいと思っていたとしても、相手が会わせたくないってもう断固として言ってしまえば強制をすることはできない。素朴な疑問なんですけどね、はい、説得っていう言葉が今あったと思うんですが、はい、この説得をするための調停員の思いって、その調停員さんがどんな人生を歩んできたか、この連れ去り問題に対してどのような気持ちで取り組まれているかっていうところにも実はよるのかなって今思ったんですよね。はい、それについて多田さんはどのように感じられますか。そうですね、調停員2人ってやっぱり考えが違っていて、その2人の考えが違っていて、はい、はい、1人男性の方はもう合わせてやるべきだと思ってるけれども、結局いくら言っても無駄だから諦めているというところと、あともう一人の方は結局女性側の立場、女性だったので、女性側の視点で奥様の気持ちがっていうことも一点張りでした。ただ私としては、相手の気持ちとかはあるかもしれないですけれども、結局私と子供が会えなくなってるっていうところの問題は、相手の気持ちは置いといて、子供も私に会えてないし、私も子供に会えてないという状況ですので、相手の気持ちはちょっと置いといて私と子供の面会をできるようにっていうふうに取り計ってもらいたかったというのが私の気持ちですね。今多田さんが率直に感じておられるお気持ちをお聞きしてもいいですか。はい、離婚問題なので、夫婦でいろいろ問題が起きて、こういうことになってしまったというところはある程度仕方ないのかなとは思うんですけれども、そうは言っても私と子供が会えなくなるというところが、もうそこがもうとても我慢できないというか、もう本当にやるせない思いでいっぱいです。私がなんか DV をしていたとか虐待をしていたとかだったら仕方ないとは思うんですけども、そういうことは一切なく、連れ去られる直前まで一緒にバーベキューをしたりとか、一緒にゲームをしたりとかしてた中で、その中である日から突然会えなくなってしまった、こんなことが起きるっていう、今の日本の社会に本当に絶望しているというのが率直な気持ちです。まだまだこの連れ去り問題、多田さんの中では長く問題に対応していかれることかと思います。少しでもお話が前向きに進むことを私も願っております。はい、本日のサプリなお客様のゲスト、ご自身の離婚がきっかけでお子様に会えなくなった問題、現在お子様との面会交流に向けて活動しておられる多田さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、
さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギノワンで放送中です。お聞きください。この連れ去り問題に関して弁護士の先生からご意見を伺っています。川端義原法律事務所川端勝利弁護士にご意見を伺いました。コメントいただいております。子供を連れ去った理由が DV や虐待から避難するケースもあり、共同で子供を育てるということに慎重論があることは事実です。実際に DV や虐待があれば確かにそうだと思います。問題なのは客観的に DV があるとは言えない場合でも、特に母親側が DV の具体的な根拠がなくとも、これ思い込みの主張であってもだそうです。警察に相談をしたという事実があれば、役所は簡単に住民票の閲覧制限をかけてしまい、シェルターにも入居することができて、父親側からの連絡を断つことが事実上可能になってしまうんだそうです。閲覧制限があれば弁護士の業務上請求も不可なので何も手を打てない。とはいえ DV や虐待で離婚する夫婦が全てではなく、何より子供に愛情を捧げる親の片方を強制的に引き離してしまうことは子供にとって良くないことで、健全な成長を阻害することである。話し合いもほとんどせず一方的に子を連れ別居を開始することは、ある意味親のエゴでしかないと思います。せめて面会交流には積極的に応じるべきであるし、代理人としてはそのような示唆指導をするようにしております。特に父親側からはこの通り親権を取れないことが多いので、離婚してしまったら子供にほとんど会えなくなるから離婚には応じないとしてこじれてしまうケースが多いが、積極的に面会交流に応じることによってよりスムーズな離婚成立を目指すこともできますよ、ということでした。この問題初めて私も聞いたんですが、私は日本の家父長制度の後遺症だなと感じたんですね。父親、つまり男性が家庭の長であるというこの考え方が、つまり子供は母親、女性が育てるものだという認識に変わりやすいんじゃないかなと。これが後遺症として母親の連れ去りによって父親である男性が会えなくなるケースっていうのが多いのかなと感じました。これを聞いてくださったあなたはどう感じましたか？この問題ご興味寄せていただいた方は、面会交流親子、面会交流親子で検索をしてみてください。
占いサブリ。占い講座が全国で大人気中。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占っていきます。甘いのはスイーツ、それとも私、さあどっちでしょうね。小室よりは多分辛口です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、夏の定番といえばわらび餅。甘くてとろっとした黒蜜をかけて召し上がって。おうし座、レモンのシャーベットがいいわ。あなたと夏のキスは爽やかにしたいもの。双子座、冷え冷えに冷やしたシュークリームは懐かしい味ね。クリームが口元から垂れないように気をつけなくっちゃ。カニ座、ジメジメっと雨が続くとストレスがたまっちゃう。こら、それはマシュマロじゃなくて私の胸なんだから、バカ。獅子座、暑いとつい冷たいものが欲しくなるわね。アイスキャンディーをスルッと舐めたいわ。乙女座、暑いこの時期は体力が落ちがちよ。あんこを食べて元気いっぱい立ち上がってね。天秤座、冷静と情熱の間で揺れるのが恋愛よね。ぼっとフランベした熱いアイスクリームみたいだわ。サソリ座、見た目から涼しい透明な水まんじゅうがいいわ。ちょっとシースルーの私の服覗き込まないで、バカバカ。いて座、フルーツがおいしい季節になったわね。フルーツポンチのようにいろいろな恋愛私としない？ヤギ座、カクテル風パフェを作ってみましょう。その後で甘い夜味わいましょうよ。水亀座、プルプルのプリンがいいんじゃない？こら、それは私のお尻。えっち。魚座、冷やしたガトーショコラが食べたいの。ほろ苦い甘さが大人の夜の恋愛みたいじゃない？占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットやくも漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。本日は2バカいただきました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。ご視聴ありがとうございました。来週4週目ですね、妊活サプリ、ご担当いただくのは小宝鍼灸師市毛真也先生です。市毛先生とはね、今月の小室ゆりのオンラインサロン、女性のためのセックスエデュケーションコミュニティでもご一緒させていただく予定なんですね。毎月4週目の土曜日、
24日午後10時からここオープンセミナーにしております。ここに市毛真也先生ゲストでいらしてくださる予定なんですね。ぜひこちらも楽しみにしていてください。そしてこの番組はもうおなじみですよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス。土曜の朝の7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなお話を伺っております。ビジネス、そして夢のお話が聞ける10分間です。私毎月ワクワクしながら番組収録させていただいてます。ぜひお聞きください。ご視聴はラジコでお願いいたします。7月1日土曜日朝6時30分から小金井市倫理法人会にて講話させていただきます。タイトルは人生進撃、元セクシー女優が先生と呼ばれるまで。私の半生を赤裸々に語らせていただきます。7月1日土曜日朝の6時30分から1時間です。小金井市倫理法人会にて講話させていただきます。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なバラバラな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着カエルさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。本物の愛の物語には結末なんてない。アメリカの作家リチャード・バックの名言です。この関係に飽きちゃったなんていう人もいますが、飽きちゃったって自分で愛の物語を丸をつけたのと同じですよね。飽きちゃったって言われないようにするためには、常に新鮮な自分を自分自身が探し続けることなのかなと思いました。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から